今日は1時間半ぐらい、22時半になったランキングもかなと思ってます。目が乾燥する。ピザはなんかトマトソースで海鮮が乗ってるやつ、なんていう名前なの、なんか昨日パスタ食べたらしくて、昨日だっけ忘れちゃった、多分昨日みんな食べて、私なんか食べてない多分で、パスタ食べてトマトソースの海鮮のパスタで、そのソースが余ったからそれを使ってピザを作るって言って、え、昨日はカニだ、違う、一昨日か、それのソースが余ったやつを、そう、余ってたから冷蔵庫でしまってあって、それを使ってピザを作ったんだ。そうだ、昨日はカニだ、美味しかった。何食べた、なんて名前なのかわかんない、トマトソースで海鮮が入ったやつ、なんて名前なんだろう。あ、まあ、でも待って、22時半だったらメールが送れない。22時半、一旦途中で中断してメール送っていい？すぐ再開するから、一旦22時前ぐらい、55分ぐらいで一旦中断してメール送ってすぐ再開するわ。そうしよう、21時55分ぐらい中断して送ってすぐ再開、それで。今日もさあるんだけどさ、スイッチどこいたっけ、スイッチ、でもちょっと持ってきてないんだよね、持ってくればよかった、ご飯食べてすぐ来ちゃった、やったから。そう、ポケモンのやつしかない、昨日のスイッチはあるんだけどさ、1時間以内には再開する、大丈夫、メール大丈夫、いつ1時間かかんないか、入ってないや、いや、どこにあるかわかんないんだよね、弟たちのだから、聞かないとだから、ちょっと今日は持ってこない。ぷよぷよしかない。そう、ポケモンはさ、でも弟か妹どっちかなんかわかんないし、データが1個しかないからちょっとやることはできないんだよね。ポケモン、ポケットモンスターズ。一回、なんか一旦停止みたいな感じで切らないけど、ちゃんと停止させといて、その間にメール送ってくる。
通に発信しながらメール打てるの。違うの、発信しながら打てないの。あの、私の配信してる端末がメールを送ってる端末だから、あのできないんだよね。あの、こっちの携帯あるのはあるんですけど、これから送れなくて、メールがこっちだと。そうだから送れない、同じ端末だから一旦停止させるしかなくて、そうだから仕方ない。そう、なぜか送れないんですよこれ、なんでかよくわかんないけど。そう、なんか多分ね、そういう契約をしてないから、うん、 Wi-Fi があるところしか使えないから、だからね、多分こっちの端末から送ることができなくて、そう、メールはできない。他のものは使えるんですけど、例えばなんだろう、他のインスタグラムだったりとかツイッターとかは同じで携帯で使えるんだけど、755とかもね。スマホない、スマホは2台。あ、そう、なんか無理っぽくて、 Wi-Fi じゃこれ送れなくて、だから充電ケーブル問題？何の問題？あ、今日忘れたやつ？あれはね、でも結局使わなかったんだよね。そう、途中でお母さんと合流してその後買い物に行ったから、車でね、車にあの充電できるやつがあるからさ、車で充電したから結局なんだっけ、モバイル？モバイル使わなかったからさ、全然大丈夫だった。でもね、あの普通に線ケーブル買い替えなきゃいけないのにさ、今日出かけたのに買い替えるの忘れてた。あのどこ行ったっけ、猫ちゃんにね、噛まれちゃって、そう、噛まれちゃってね、そう、使えるのは使えるんだけど噛まれちゃったからね、そう、危ないから。だからちょっと買い替えなきゃいけないのに、今日普通にな、行ったのに売ってる場所なのに忘れてて、で、あのね、お店出てね、お店出た後に気づいた、違うさ、目的の場所行ってるとか、目的違う買い物行ってる時普通に忘れてた。それ以外塗るものなかったのに、そもそもね、それを買わないといけないことを忘れてた。今度買いに行こう。せっかく今日出かけたのに。そう、そういえば噛まれてたなと思って、買えばよかったと思った。今日は運転してない、今日お母さんがずっと運転してた。目がおかしくする。今日ぷよぷよする、ぷよぷよ。まあ充電はさすがにある、 93%。でもぷよぷよしかないんだよね。次ちょっと持ってくるね。昨日さ、めちゃくちゃ弱くて、昨日最初は22人だったの。でも最初22人日記して、その後はもう0とか5人とか10人いったっけぐらいだよね。クマさん、いや
クマにね、毎回あのクマのキャラクターにやられたんじゃなくて、違うキャラクター、違うキャラクターもね強い、普通に。でもなんかその強い時と強くない時があって分かんないんだよね、強さが結構ランダム、同じキャラクターでも。そうだからよく分かんない、最初からめちゃくちゃ強い時もあったら全然弱い時もあるし。じゃあやろうかな今日、まだ時間あるよね。10時前、55分になったら夜打つでしょ、だからあと40分あったら、え、35人、え、超えれるんじゃない、ちょっとやろうかな。でもさ、最近スイッチ3ゲットしたから、ぷよぷよと何しかして、マリオカートしかまだしたことなくて、これ自分のやつで、何したか、桃鉄とスマブラかなは、あの弟と妹の兼用のさスイッチで、あの普通の大きいスイッチだからさ、はテレビつなげて、あの兄弟で4人でやったことあるんだけど、自分のやつはさ、マリオカートと、マリオカート、これは妹か弟どっちかので、自分のはぷよぷよしか持ってないからオンライン対戦、オンライン対戦はね、あの会員にならないとできないから、しない、会員にはならない会員はいいかな、ちょっと始めた、もうちょっと始まる。え、今日こそは、今日こそはできるといいな35人以上いけるかな、できたらいいけど、いや普通に難しいんだよね、ぷよぷよ。ぷよぷよさ、今までは全然したことなくて、さっきな、そう、ひなことマネージャーさんと3人でお前ぷよぷよした時があって、1回だけなんだけどしたことがあってそれが楽しくてさ、やりたくてやってる。今ではしたことない。でもまだね、コンピューターとしか戦ったことがないんだお、めっちゃ連鎖、4連鎖、え、いい感じに倒してる。あ、でもまだ1人だった、あれ2人ぐらい倒した感覚だった、あれ2人倒してなかったっけまだ1人か、あ、消しちゃった、うん、ここで、見えないよね、気づいたら下げちゃう位置、よし、あー、むずい、2連鎖、よし、2、3、4、4連鎖、うん、倒した、今2人だ今2人、意外とそこまで
倒してなかった。目が今日乾燥する。そう、今プープーしてる。あ、今何で刺したっけ。結構した気がしたけど見えなかった。倒せそう。お、倒した。なんかね、最初はね調子がいいの、この1回目とかでも2回目ぐらいからだん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 ね勝てなくなってくる。最初はいいんだけどな。何です？お、6連鎖だ。まあまあできた。でも10連鎖とか1回してみたい。10連鎖でもなかなか無理だよね。考えながらさやってもさできない。その連鎖がさできるようにみたいな考えながら全然詰めない難しい。そういつつもこれ連鎖が起きればいいなみたいな。あ、3連鎖。下げちゃうか。わっ、倒した相手。今は5人？うん、違う、6人。6人抜き。そうなの。なんか最初はね調子がいいの。問題はこれから最初はねいいんだけどな。だんだん1、2、あ、やばい、真ん中が高い。あ、うまく消えない。うまく連鎖しない。これはちょっと、どうしたらいいんだろう。やばいやばい。うん、真ん中がいい感じに消せない。ちょっとお邪魔ぷよが邪魔だな。めっちゃ強いキャラクターだ、このキャラクター。今気づいた。ちょっとやばい。いや、やばい、強い。え、絶対負けた。あ、負けちゃった。強っ。なんだっけこのキャラクター、なんだっけ、なんか魚のキャラクターで負けちゃった。6人。どうしよう。昨日からめちゃくちゃ弱いんだけど。なんかもう始めたえ、今日こそは、今日こそは勝ちたいすぐ始めちゃった。終わって負けちゃったから。いや、やだな。ちょっと勝ちたかったのに
弱い。昨日から調子が悪い。昨日の夜から。難しい。なんか魚の強いキャラクターずっとこのキャラクター、このキャラ、あの魚のキャラクターは積むのがめちゃくちゃ早いの。毎回早積みがうまいキャラクターで強いの。積むのがうまいんだよね。2連鎖ちょっと次はね、いやまずは何にしよう目標。まずちょっと全然勝ててないから10人引く目標。2連鎖倒した。まだ2人、さっき負けちゃったから魚のキャラクターに。いや難しい、下手になっちゃった。ずっとやってなかったからずっとそういつも夜やってるんだけど、やるときはちょっとねやってなかったの。眠くて夜最近したら弱くなってしまった。難しい。よし、3連鎖。よし、消そう。オッケー、真ん中がなくなった。2連鎖、でもいい感じ。連鎖はいい感じにできてる。よし、うん、倒した。4連鎖。乾燥するで、どうしよう。あ、もういいや。お、
あでも意外とレース起きた。あんま起きないかと思った。4連鎖もうそこに置くしかなくて、消しちゃうけど、まあ消えちゃうか、消えちゃうけどまあいいやと思って置いたら4連鎖ちょっと早く詰めるように、早く詰めるよう、早く詰めれるようになるようにか、間違えそう。難しい。最近スイッチはぷよぷよしかやってない。他に自分の持ってないからだけどさ。え、何がいいのかな、他。私が好きそうなゲーム何があるかな。何がおすすめ。お、めっちゃ連鎖来ちゃう。5連鎖だ。何がいいの？いや、なんか買おうかなって思ったり、やっぱいいかなって思ったり。いや、ぷよぷよで十分、なんかぷよぷよだけでも十分だしなって思った。マイクラ、マイクラ私ね、あんまハマんなさそう。弟たちがやってるのを見てるんだけど、あ、弟たちが持ってるからさ、やろうと思えばできるんですけど、借りて。間違っちゃった、間違った、反対向きに置いて消しちゃった。よし、なんか RPG 系好き。あ、やばいやばい、ええ、めっちゃおじゃんぷ送られてきて負けちゃったんだけど、また6人抜きで、え、うわ、同じキャラクターだ、うわうわ、え、大丈夫だと思ったらね、そんな積んでなかったのにめっちゃ送られてきた。え、2連鎖だったのに、2連鎖たくさんされちゃった。めっちゃ弱くなってしまった自分、悲しい、やだ。あ、サスケトウダラ、それそれそれ、そのキャラクターめっちゃ強いんだけど今回。スプラ、スプラトゥーン、あ、スプラトゥーン、あ、スプラトゥーン、そうだ、気になってるんだ、やったことないスプラトゥーン、やだー、勝てなくなってきちまった、ちょっともう一回。ちょっと、目標、目標が35人抜きなのに一生達成できない気しかしないんだけど。なんで、なんで、なんで。サボってたからかな、最近眠いって言って弱くなっちゃった、悲しい、そんなの。自分が弱すぎてびっくりしてる。よし、え、でも今日はね10時半までするから、そのぐらいまでちょっとやろうと、勝てるように頑張ろう。いや、今日は絶対できない気しかしない。でも、え、でも途中あれできるから、止めれるから、多分ホーム画面に戻ればいいから、メール送ってる間、その時その時まで勝ててるか分かんないけど、あ、いいか、よし、むず、弱くなってしまって悲しい。自分こんな弱かったっけってなってる。
悲しい。勝ちたいんだけどな、全然勝てない。私どうやっていつも積んでたっけな、いつもと同じ感じで積んでるはずなんだけど、なんかあんまうまくいかない、いつもより。あ、連鎖されてしまった。6連鎖。いい感じ。うん、めっちゃ弱くなっちゃった。難しい。消すつもりなかったのに消してしまった。よくやっちゃう。はい、消えないと思っておいたら消えるっていう。2連鎖は4人抜きです。早く積もうとしてるのがダメなのかな。それか、いやでも早く積まないとな、相手が早いの積むのうまいと負けちゃうんだよね、追いつけなくて速さに。2連鎖でも同時に消したから2回ともいい感じ、ね、絶対前の方がたくさん勝ててたよね。私弱くなってしまった。
話がある。お、連鎖、三連鎖。よいしょ。絶対積むの下手になったそんな気がする。自分で積んでて、そんな、レースが起きないかな。やばいやばい、消さないと相手に怒られちゃう。お邪魔くん、前と同じ感覚で積んでるのにダメだな。あ、やばい、めっちゃお邪魔くよ。積みすぎたかな、消さないと。オッケー、これでちょっと連鎖起こさずに負けしてる。積みすぎちゃったからあ、オッケー、今連鎖起きた。三連鎖、積みすぎちゃうのはもう前からずっとそうだった前からずっと気づいたらなんか高くなってた、ぷよが毎日特訓ね、毎日特訓しようかな。もうぷよぷよ極めようかなダメだね、サボっちゃう。眠いからって言ってサボっちゃったらとっても弱くなってしまった。極めをあ、間違った、倒したのに病気しちゃった。え、2、3、3連鎖、あ、4連鎖だ3連鎖かと思ったどうした今は。あ、でもさっきより、さっきよりいいよ、今9人、さっきよりいいじゃんさっき6人だったから、2回連続全然倒せなかったから、さっきよりかは全然いい。よし、ちょっとこの調子で。三連鎖。10人目倒した。2、3、4、4連鎖。よし。ああ、よし。2、3、3連鎖。
下手くそだ積み方。3連鎖。あれ、何、あ、これか。自分が何色、次の落ちてきてるのが何色か分かんなくなっちゃった、今一瞬。あれ何色だっけと思ったら水色と緑だった。あ、やばい。あ、そうだ、明日はね、結構いつもより早めの配信。ちょっと、何時頃だろう。6時半には終わる感じだから。何時だろうね。ちょっと待ってね。考えれない。ちょっと待って今。難しい。ぷよぷよしながら考えるの。なので、今日よりかは早い配信です。明日は、お、めっちゃ連鎖できてる。え、すごい。すごい。6連鎖。久しぶりに、あいつのお邪魔ぷよのところが星になってるの見た。めっちゃ連鎖した、今。なんだっけ、明日6時でしょ。6時半だから終わるのが。そうだな、何時ぐらいからしよっかな。ちょっと毎日ショールームでぷよぷよ特訓しようかな。だからどう、何時からしよう。明日4時からしたら2時間ぐらい。4時でも4時からできるかな、わかんないよ。4時はちょっとギリギリな気がするか、できるかギリギリな感じがするから、また明日言いますね。それかぷよぷよ終わったと考えますね。ちょっと待って、ちょっと難しかった。ちょっとぷよぷよしながら考えるの。私はちょっとぷよぷよ特訓、ぷよぷよ強化月間。そう、人と対戦してみたい。ぷよぷよ、なんかあれだな、言い方が。友達いない人みたいじゃん。うん、5連鎖。感じだよ今のところ。いい感じ、いい感じ。よし、3です。お、今結構倒してた、気づいたら。まあ、10何人17
結構いいんじゃない。17結構通してる方、最近の中では。最近弱いから弱いからちょっと全然倒して、よし、2連鎖。あ、連鎖したな相手。あ、でも私も連鎖してる。5連鎖。もう19人。調子いい。今調子いい。いい感じじゃん。調子いいと楽しいね。ちょっと負けちゃうとさ。負けちゃうとちょっと嫌だから、1、2、3、3です。あ、総裁されたかと思った。ぷよぷよしてて、まあ、20人。ちょっとずついい感じになってきてる。勝てるように、よし、3、4、5、5連鎖いいじゃん。いいじゃん。今いいじゃん。自分21。え、あれだよね、昨日22だよね、私昨日の記録。一緒ぐらいになってきてるよ。あと一人で同じ。これで、あ、やばいやばい、連鎖されてしまった。よし、こうだね。やば、連鎖、めっちゃ連鎖するじゃん。やばい、負けた。負けではないけど、なんていうん、レイさんの数が負けて私の方に。やばい、でも強い、このキャラクター。やばいやばいやばい、普通にやばいよこれ。嘘でしょ。やば、あ、ちょっと待って、やばいかも。あ、負けた。嘘、普通に負けちゃった。あと一人で昨日の記録と一緒だったのに。あー、惜しい惜しい。
てしまった。ちょっと強かったこんなキャラクター。ちょっと一回休憩するわ。次ちょっと行ってメール送ってからまた元に戻ってくれ。55分になったら。いやスケートーダルじゃない、なんか女の子のキャラクター。ちょっと待って、ね、画面閉じちゃった。女の子のシエルだっけな、シエルじゃなかったっけな、このキャラクター確か。負けた、強かった。明日はだから明日は6時半に終わるから9時半ん？いや6時半じゃダメだ、6時だ、6時だ。待って6時うん6時、6時に終わらなきゃ、間違った6時、だから6時でしょ。2時間するとしたら4時は微妙なんだよね、わかんないな。ちょっと待ってね。4時、4時半、5時より前にはできるとは思うんだけど、5時前、1時間半ぐらいか。18時ぐらいに終わる感じです。明日18時にランキングみたいな感じ。18時過ぎぐらいかな、だから終わる時間。明日はちょっと早め。ちょっとメールアウトで送ってきたらまたやるね。10時半だよね、10時半って言ったよね、10時半、30分。ちょっと頑張ろう、次こそは。なんか最近全然勝てなくなっちゃった。次はさ、違うのも持ってくるね、ぷよぷよ以外の。なんか借りて、あ、55分だ。ちょっと一旦メール打ってきます。ちょっと待っててね、ちょっと待っててください。できたかな。何中断途切れた。メール送ってきました、送ってきた。送ってきた、届くのを楽しみに。アウト、長い髪がいる。10時半になったらランキングームね。あと29分。さあできるかな。ちょっと最後、30人いけば最後。ちょっとやろう。でもさっき21人だったからいけるかもしれない。あ、始まった。よし、でも難しいんだよね、ぷよぷよ。
むずい。でもいい感じに綺麗に詰めてる今。まあまあ強いな今のキャラクター。よし3連鎖。これ通した。できるだけ早く詰めばいける。早く詰めば30ブリーン抜きもきっといける。でも早く積むのが難しいんだよね。めっちゃ連鎖、5連鎖連鎖できた。今は2人抜き。あれ私2人も倒したっけ。でも2人って書いてある。あら2人も倒した。あんま覚えてないや。喋りながらさぷよぷよするの難しい。自分が何言ってるか分からなくなる。連鎖4連鎖。今は3人抜きです。よし3連鎖いい感じだよ今。逆に言っちゃった。か1、2、3、3連鎖。あ、びっくりした。危な。2連鎖ぐらいだったら私の方にお邪魔ぷよが来ちゃうとこだった。危ない危ない。で、どうした。1、2、連鎖4、5連鎖意外とできたらいいですが。めっちゃ今順調に倒せてるんだけど今5人。めちゃくちゃ順調いい感じだよ今。5連鎖。今調子がいい。調子がいい今。2連鎖で今連鎖してなくてもよかったのに。連鎖しなくても絶対倒せたのに。
今は7人抜きです。調子がいい調子がいいぞ。2連鎖4連鎖。急に調子が良くなる。1、2、2連鎖。3連鎖。お、通した。今は9人抜き。いいじゃん調子いいじゃん。よし、今何連鎖した？3か4連鎖した。あ、わ、倒した時に連鎖してしまった。意味ないよね強いな、この相手。早い、積むのが。つけとうたら、もしかして。1、2、3、4連鎖。4連鎖したら、勝てるはず。あ、強い。この相手普通に。いや、でも勝てるはず。よし、1、2。あ、むず難しい。した。よかった。さっきの相手スケートだろうな気がする。いや、声出してたら、音出してたら分かるんだけど、ちょっと音出してなかったらさ、分からないんだよね。そのキャラクターが登場した時に喋るから、それの声で分かるんだけど。消してるから分かんない。誰だったんだろう。1、2、3連鎖。消して、むずい。2連鎖。うん、倒した。できるかな、できるかな。30分までに そこに置くのお邪魔ぷよ。置こうと思ってた場所に
あ、でもこれさできたからいいや。今ね、次ここに置こうって思ったら、思ってた場所にマジマプイ置かれた。めちゃくちゃ仕事してた、あのお邪魔ぴよ。めちゃくちゃ邪魔だったもん。3、4、5、5連鎖。いい感じ。できるかな。難しい。2、3、レーサー、あ、起きなかった、そこまで。3連鎖だ。4連鎖。水色が、ええー、どこ、ここ、これじゃ、で、こっち行って、いつもぷよぷよするときはめちゃくちゃ無言でやってる。無言で集中して、こんな、いつもはこんな喋ってないよ。いつもは無言でずっとやってる。あ、え、ちょっとお邪魔ぷよ送られてしまった。ね、こうだね。あ、ちょっと待って、やばい、自滅をしてしまう。危な、危ない危ない。危なかった。ちょっとお邪魔ぷよ送られて危ないとこやった。よし、 OK、 OK、 真ん中消した。危ない、真ん中は積んじゃ、全然合わない方がいい、あんまり真ん中はつまない。よし、 OK、 危なかった、焦った、今やばいって思った。危ない、どうせま、17人抜きです。さあできるか。2、17分ね、今4連鎖。
蒸れそう。少しずついい感じになってきてる。3じゃない、4、4連鎖。どうした、もう今20人。今20人抜き。でもまだまだまだだよ。35人だからね、最終的な目標は。でもとりあえず昨日の記録を超えたい。強いな普通にこのキャラクター。誰強い、レースしちゃった、倒したのに。今21、お、さっきと一緒だ。今21。でもこのキャラクター、今戦ってるキャラクターそこまで強くなさそう。なんか雲のキャラクターも強いけど星のキャラクターも強いんだよね。名前わかんないけど星の形してるキャラクターも強い。1、2、2連鎖。2連鎖。何分だ、見なかった。次連鎖が起きたら20分、あと10分。え、ギリ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 、めちゃくちゃギリギリじゃない。ギリギリできない気もするし、どうなんだろう。できたらいいな。強っ。強い。普通にこのキャラクター強い。あ、やばい、クマだ、クマ。え、負けた、負けてしまった。ま、あの罰のところ以外を、罰のとこだけ開けてお邪魔ぷよ置かれた。22人だ。やばい。え、しかも22時22分鬼だらけ。強っ、負けた。負けた。強かった。もうやめとこ、もうできない、だからやめとこ、もう無理だ今日はね。2だらけ。強っ。最
うさいこは9連鎖、9連鎖です。10連鎖はできないなかなか。あー強っ、強い。残念だな、なかなか、なかなか記録が35位に抜けができない。クマのキャラクターと星のキャラクター、星の形したキャラクターがめちゃくちゃ強いの。ま、今回出てきたのかな、わかんないやけど、めっちゃ強くて、なんか星の形の積もの早いし連鎖めっちゃするし強い。そのキャラクタークマより強い。でもあんま出てこないの、その星は。クマもあんま出てこないけど、20人超えたぐらいから出てくる。クマと、クマ時々出てくるけど、十何人でも。クマと星は20人超えたぐらい。強いな。もう今日はゲームしないわ寝る前ももうしない。もう今日十分やったからちょっと次こそはなんか持ってくるね、このぷよぷよ以外のなんかできそうなやつ。何があるのか分かんないんだよね。星のキャラが強い覚えた。そう、星のキャラは強い。キャラが強い。あとはなんかなんだっけな、なんか男の子のキャラクター、なんかマイクみたいな持ってる、そのキャラクターも強い。でもクマよりかは強くない。でも絶対まだ出てきてないキャラクターいるもん。もうちょっと倒さないと出てこないキャラクターとか強いのまでいっぱいいる。マリオカート、マリオカートでも毎回行ったことあるでしょ。それはマリオカートは、マリオカート配信でもできそうなの。マリオ一人でできるやつね、一人コンピューターと対戦とか、スマブラ。あとは何がある、桃鉄、桃鉄でも桃鉄も楽しいかな一人。なんかもう悲しい人じゃん、ずっとコンピューターと対戦悲しい。桃鉄、桃鉄もいいな。桃鉄一人、私一人で、あとコンピューター、あとかな。そう、なんかさ、あの会員になんか入ってればさ、オンラインのあの任天堂の、したらさ、あのオンライン、オンライン通信みたいなのできるんですけど、じゃあ会員だからさ課金なのね、したくないから。なんか
ゲームソフトを買うとかならいいんだけど、プラスで課金はあんましたくないから。水ゲーム、太鼓の達人ないね、見てない。あと何か、何があるかちょっと見とくね。他でもポケモンとかはできないからさ、なんかそういうなんていうのアカウントを使ってするものとか新しく作れればいいんだけどさ、作れるのだったら多分いいんだけど。ロジックって課金する？ロジックは課金ない多分ない、普通に課金しなくて。あるとしたら広告消すとか広告が出てくるからそれを消すとかかな。でもない、1ヶ月だけ課金してみる。1ヶ月だけ、いや思わないな、そんなゲームで課金しようって思わない。なんかゲームはゲーム内でさコイン貯めてやったり課金とかあんましない。あ、30分ありがとう、教えてくれて。ランキングもなんかぷよぷよしてたらあっという間なんだよね、時間が。じゃあランキング見まーす。13位ハマーさんありがとうございます。12位トシノリさんありがとうございます。11位ラクラクさんありがとうございます。10位日野にゃんまるさんありがとうございます。9位バトニーさんありがとうございます。8位トシーベビースターマンさんありがとうございます。7位まさむねさんありがとうございます。6位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさんありがとうございます。5位香港の春馬アットマーク強化おいしさんありがとうございます。4位ラボーナさんありがとうございます。3位筋肉愛好家さんありがとうございます。2位グランツさんありがとうございます。そして1位がヒューガナッツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。目が乾燥する。ゲームしたからかな、いや元からか。じゃあ明日は17時前頃から多分すると思います。お家に着いて準備ができ次第やりますね。またなので終わる時間は18時過ぎぐらいに終わるので、それまでにはそれ1時間前くらいだから17時前くらいには始めると思うので、ぜひまた見に来てください。明日早起きなんだよね、明日も。だからちょっと早く寝なきゃ、今日すぐお風呂入ろう。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。バイバイ、おやすみ。